この時間はクリック365マーケット情報をお送りします。加藤記者お願いいたします。ではこの時間は加熱 FX 証券マーケットエコノミストの鹿野正幸さんにお越しいただきお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この時間まずは東京金融取引所のスマートフォンアプリで現在の為替の水準をチェックしてまいりましょう。ドル円は現在97円台前半です。ユーロ円が129円台後半130円手前水準です。ユーロドルは、オーストラリア豪ドル円ですね、こちらが89円飛び台での推移ということになっています。早速こちらのチャートをご覧いただきましょう。まずはドル円相場、短く15分足をセットさせていただきました。鹿野さん、足元の、はい、まずどのように見ていらっしゃいましたでしょうか。そうですね、値幅こそ大きいんですけども、はい、方向感というのがやや曖昧な感じがするというのが一番の印象ですね。はい、振り返りですが、はい、いかがでしょうか。そうですね、昨日動きがあったのはやはりニューヨーク時間ということで、アメリカの指標が発表されまして、そこから動きが始まりましたね、はい、最初にこちら上昇しているあたりというのがアメリカの新規失業保険申請件数ですかね、はいはい、雇用関連の指標なんですけども、これが予想よりも強くてですね、まあ、素直にドル買いの反応が起こったと、はい、ただその後ですね、ご覧のようにドル円大きく下げているんですけども、こちらの方はですね、先ほどの新規失業保険、これが良かったことは逆に災いしてですね、はい、アメリカの追加緩和観測、緩和縮小観測ですかね、これの、まあ、早期化というのが強まって、まあ、ドル売りになってしまったというような背景があります。東京時間早朝は97円はまだ割れてない水準なんですね、はい、そうですね、うん、はい、ただちょっと上値が重い印象の方が強いですね。そうですか、はい、ドル円今度は次のチャートを見てまいりましょう。ということで次が日足のチャートになります。はい、はい、日足で見ていただきますとこのようにですね、大きな三角持ち合いですかね、こちらを形成しているような形になっておりますね、はい、まあ、昨日の動きでもありましたけども、やや方向感がつきにくい状態ということで、まあ、まさにこのレンジ内での取引、ここを往復しているというような格好ですね、はい、ですか。直近ではドル円が96円割れを試した下値の部分ですね、はいはい、で戻ってからの今週の相場というところで、はい、やはり方向感というのは非常にこうつかみにくいイメージなわけですか。そうですね、やはりアメリカのこの FRB の対応ですかね、はい、これに対する思惑というのが非常に分かれてまして、今度ですね FOMC 次は18日ですかね、そして雇用統計が9月の6日にありますけども、こういった結果を見極めてですねポジションを固めたいというような向きが多いというふうに聞いてますが、そうです、はい、9月半ばあと2週間です、そうですね、まだちょっと長いですけども、はい、これどういうふうにこう乗り切っていけばいいのか。そう、相場感ということでは、はい、これ三角持ち合い少し長めで引いてもらいますと、はい、どういうイメージになるんですか。ですね、まあ素直にこのチャートに沿ってですね、はい、取引を行っていけばいいのかなという気はしますね、はいはい、やはりある程度材料が明確にならないことには方向感は生まれにくいでしょうから、まあ、こういったサポートと抵抗の上下のところですかね、はい、上がだいたい99円の半ばぐらい、はい、下がそうですね97円の前半ぐらいですかね、うん、こういったところに差し掛かってますので、まあ、それぞれのポイントで上で売って下で買ってというような取引を向こう2週間ぐらいはですね続けていけばいいのかなというふうに思った。そうですか、はい、そうしますと向こう2週間で一段とレンジっていうのは狭まっていきそうな今、はい、イメージになるわけなんですけども、はい、まあ、今言ったレンジというのは確かに狭まってきます。ちょうどこの2つのサポートレジスタンスが交差するのが大体10月の前半あたり、10月の5日ぐらいで交差しますので、はい、まあ、FOMC 発表が9月の18、9月の半ばですけども、ね、はい、おそらくその頃には上下が1円ぐらいの幅になっているということで、まあ、ポイントとなる材料とあとそのレンジブレイクのタイミングですかね、はい、これがちょうど重なりそうな感じがしますので、まあ、そのあたりには注意が必要と思います。そうですか、もう少し長いチャートを見ていきましょう、はい、週足です。こちらいかがでしょうか。はい、週足を見るとパッと見の印象ではやはり弱い印象ですよね、はいはい、先ほどは上下が狭まるような三角持ち合いでしたけども、はい、ここを見ると上の切り下げ感の方が強い印象を受けます。はい、はい、
基本的には先ほどの三角持ち合いがベースですけども、下抜けした場合のこの 38.2% 押しですかね、これは93円の半ば、はい、逆に上抜けした場合は100歳74ということで、先ほどの三角持ち合い、をしっかり見ながらですね、ブレイクした方向についていくと、でそれぞれの上下の目標地点を103の74と、あとは93円の半ばですかね、この辺りに置いておくというのが中期的な目標になると思います。そうですか。一方ユーロを見ていただきましょう、はい、こちらのチャートです。ユーロ円短く15分足です、はい、こちらいかがでしょうか。そうですね、基本的に、円の売り買いの相場が強かったですから、はい、ドル円と同じような動きにはなっていると思います。はいはい、実際ニューヨーク時間ですね、新規失業保険申請件数が発表される前後で、多少上がって、その後はドル売り、ドル円の下げですかね、これにつられてユーロ円も下げるというような格好にはなっていますね。15分足から今度は日足です。はい、日足の形状からはいかがでしょうか。そうですね、はい、ここ最近材料が悪い割には底堅い印象を持ってたユーロなんですけども、はい、ちょっと中期的なこのサポート線を割り込み始めたというのが最近の動きですね。このグリーンのラインですか。はい、そうですね、はい、ですので、こう見るとちょっとチャート上弱いかなと。で目先この緑のサポート線は割り込んでしまってますので、こちらの一目均衡表情の雲ですね、はい、この辺りがしっかりサポートされるかどうかというのが目先のですね、注目点になると思います。だいたい128円の半ばぐらいですね。はい、はい、もう一つユーロ円では週足です。はい、週足はいかがでしょうか。週足はそうですね、パッと見た感じでは高値もお見合いということで、はい、この辺りでレンジを築きそうかなという感じはしますけどね、はい、ただやはりですね、この133円の815、こちらをピークにですね、その後この高値を試してないので、上よりは下の方がですね、圧力は強いかなという印象を受けますね。そうです。当面、石原さん、ユーロというのは、はい、どういう角度からこう見ていていいのかというところなんですけど、はい、決してですね、債務問題等が収まっているわけではないんですけども、はい、今度9月の22日ですかね、はい、こちらでドイツの総選挙が行われますので、いよいよリーダーのドイツがですね、本腰を入れてこのユーロに対して取り組み始めるということで、これもちょっとまた先なんですけども、9月の半ばから後半ですかね、はい、このあたりでユーロの動きっていうのももっと活発になってくるかなと思いますので、そこをちょっと注意していただきたいなと。そうですか。はい、円とドルとユーロ、これ3つを見ていただくと、はい、どういう方向にこう引っ張られやすいのか、影響されやすいのか、はい、やはりこれはどういうふうに見ておけばよろしいですか。そうですね、はい、その3者の関係でいうと、一番やはり注目しておけばいいかなというのはやっぱりドル円ですからね。はいはい、でその際に、影響力が一番大きいとすればやはりアメリカの、FOMC ですので、9月18日ですかね。はい、はい、でそれを見通す上では9月6日の雇用統計の特に失業率ですかね、このあたりが非常に重要ですので、ここに注目をしていただきたいなというところですね。はい、そしてユーロ円の次はこちらです。5ドルを見ていきましょう。はい、5ドル円です。15分足から見ていきます。5ドル円もですね、先ほどのユーロ円米ドル円と同じようなチャートになっているかと思われます。はい、はい、やはり、ドル円の下げによるに今つられた下げというのが、昨日のニューヨーク時間中は非常に目立っていましたので、はい、その部分ですね。ただユーロに比べるとやはり5ドルの方がこの、ニューヨーク時間に入ってからの戻りが非常に弱いということで、このあたりはファンダメンタルズの弱さが出た結果かなというふうに思いますね。ですか。田中さん、5ドル円は90円はタッチしてるわけですね。はい、そうですね、はい、ちょっと達成感が出たかなっていう印象も否めないですよね。はい、そこからの落ち具合といっていいでしょうか。はいはい、売られた感じで88円どころですね。そうですね、はい、まで落ちて込んでるわけですけども、はい、89円割れ、はい、9円割れですね。はい、はい、ところです。で15分足から日足です。はい、ということで、5ドル円、5ドルに関してはその戻り具合、はいはい、というところを見た方がいいんでしょうか。そうですね、はい、戻りも日足ではいかがですか。日足で、はい、やはり戻りも弱いですよね。このようにこの辺りの高値には全く追いついてないですから、徐々にこう高値をどんどん切り下げているような状態ということで、目先ポイントとなるのがですね、こちらの 61.8% 押しと、ありますけども、これが去年の確か春ですかね、春74円台が出たところ
こことその後の高値ですかね、今年の高値のちょうど 60.8% 押しのところなんですね。まあ、前回安値がここで止まってますので、目先もやはりこの辺り86円の前半というのが下の目標になるかなというところですかね。そうですか、はい、あとはやはり90円というのは水準感的にはどういうふうに見ておけばよろしいでしょうか。そうですね、やはり大台でもありますし、まあ、昨日ですね、はい、ワンタッチして落とされたということも考えられると、はい、マインド的にはここはかなり重くなる可能性は否めないと思います。あ、そうですか。日足から今度はこちらです、週足です。週足を見ていただきますといかがでしょうか。はい、週足ですね、先週大きく下髭を出して、はい、まあ、陽線で終わってましたので、非常に、まあ、好印象を持てたんですけども、この一本は好印象ですか。そうですね、はい、ただ今週ですね、まあ、今のところはちょっとですね、はい、その後の足があんまり良くないかなというところですね、はい、具体的には、はい、でもうちょっと陽線が伸びてくれればですね、来週以降ちょっと自信が持てるようになると思うんで、まあ、今日の終値ですかね、今週の終値、はい、こちらがまあ90円付近、まあ乗っけなくてもまあ89円台の半ばから後半ですかね、うん、こういったところをうまく回復してくれるかどうか、このあたりがまあ5ドル円、反転のきっかけになるポイントだと思います。今晩のニューヨーク時間の、はい、終値ベースですね、はい、そうですね、はい、どの程度90円に限りなく近づけて終われるか、はい、今週終われるかどうか、そうですね、はい、これが来週につながっていきそうだということですか。ではその来週の注目材料もご覧いただきましょう、はい、こちらです。はい、では来週はどうですか。そうですね、すごい大きい材料というのはないんですけども、ちょこちょこですね、はい、やはり影響しそうなものがありますよね。まずは日本の貿易収支、まあ、これがありますし、まあ、オーストラリア絡みでいうと議事録ですかね、これの発表もありますね、うん、ちなみに22日に FOMC の議事録もございますので、はい、こういったものが前週の線になると思われます。はい、あとは22日から25日までですね、FRB の年次総会がジャクソンホールで行われますので、まあ、この中でですね、FRB の当局者から、まあ、追加緩和に関してですね、何か出てくれば相場が動いてくるかなと思いますね。はい、来週も要人発言が注目ということですね。はい、そうですね、はい、そうなります。では最後こちらご覧いただきましょう、はい、セミナーのご紹介です。はい、加熱エフェクト証券では8月31日と9月7日ですね、こちらで、FX の投資セミナーを行います。個人投資家で大きな利益を上げて話題になっています池部ゆき子さんと、あとは長年ですねプロのディーラーをやってました藤田茂ですね、こちらの話となっておりますので、ぜひ、まで席の方は空きがありますので、ご応募ください。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。